お元気ですか、ボクチュミでございます。今回は DBM2024 ベースボールカードファーストバージョン、2回目の今度はパート3をやっていきたいと思います。ではパート3の5袋開封していきたいと思います。ではパート3の1袋目でございます。千葉ロッテの安田尚憲内野手でございます。ヤクルトスワローズのサンタナ外野手でございます。東北楽天の、コディポンセ投手でございます。で阪神タイガースの大山祐介内野手のクロスカードでございます。でソフトバンクの山川穂高内野手のこれシークレット版だと思います。で東京ヤクルトの松本健吾投手でございます。読売ダイアンツの中川浩太投手でございます。で、千葉ロッテの木村優斗投手のこちらがですね300シリのカードでございます。これ見た目にはわからないんですけどね、ちょっとね、うっすらと線が入っております。ちょっとね、斜めいってるわけはですね、私の顔が映ってしまう恐れがありますのでね、その辺はご了承ください。埼玉西武の高橋光成投手のキラでございます。で横浜 DeNA のジェフリー・ベンジャミン・ウェルテンケン投手でございます。2袋目でございます。埼玉西武の蛭間拓也外野手でございます。中日ドラゴンズの松山慎也投手でございます。で北海道日本ハムの新庄剛志監督でございます。ヤクルトスワローズの吉村康次郎投手でございます。オリックスバファローズの中川圭太内野手でございます。広島東洋カープの菊池陽介内野手でございます。で阪神タイガースの山田修也内野手でございます。読売ダイアンツの菅野智之投手でございます。で中日ドラゴンズの日下翔投手のこれキラでございます。で北海道日本ハムの細野晴希投手でございます。3袋目でございます。阪神タイガースの岡田彰布監督でございます。東北楽天の庄司恒成投手でございます。で埼玉西武の源田壮亮内野手のクロスカードでございます。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手のクロスカードでございます。オリックスバファローズの、頓宮裕真捕手でございます。横浜 DeNA の宮崎敏郎内野手でございます。福岡ソフトバンクホークスの藤田雄太郎
捕手でございます。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手のキラでございます。オリックスバファローズの、河内康介投手でございます。でオリックスバファローズの横山誠也内野手のキラでございます。キラでございますね、カードでございます。4袋目でございます。キラカードではなかったです、すいません。はい、改めまして4袋開封していきたいと思います。中日ドラゴンズの細川誠也外野手の、クロスカードでございます。東京ヤクルトのこれはホセ・エスパーダ投手でございます。千葉ロッテの友杉敦貴内野手でございます。阪神タイガースの村上頌樹投手でございます。千葉ロッテの藤岡雄大内野手でございます。埼玉西武の竹内夏樹投手のカードでございます。北海道日本ハムの伊藤大海投手でございます。広島東洋カープの菊池涼介内野手のこれは銀箔のカードでございます。千葉ロッテの木村優斗投手でございます。こちらがねノーマル版でございます。横浜 DeNA の井上健人内野手でございます。最後の5袋目開封していきたいと思います。広島カープの坂倉翔吾捕手でございます。で、東京ヤクルトの山田哲人内野手のクロスカードでございます。千葉ロッテの中村翔吾内野手でございます。で東京ヤクルトのチェックリストでございます。で埼玉西武の、これは隅田知一郎投手でございます。横浜 DeNA の桑原正幸外野手の平でございます。福岡ソフトバンクの中東右京内野手でございます。で広島カープの、こちら、赤塚健人投手のルーキーですよね、カードでございますが、こちら 75C でございます。オリックスの山崎総一郎投手でございます。で最後は埼玉西武の成田晴瀬投手でございます。以上で BBM2024 ベースボールカードファーストバージョン開封動画パートの2回目で2回目のパート35パック開封を終わりたいと思います。で最後のパート4をねやりますので後日ですね、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。